セルブス・スネイプのスーベラな名詞。この授業では杖を振ったり馬鹿げた呪文は唱えたりはしない。いいかね、諸君。ルールは簡単。まずはスーパーでお好みの缶詰ちゃんを買ってくるだけ。お持ち帰りしちゃったらあとはもう簡単。中身は耐熱タッパーもしくはお皿の上にぶちまけたらば、あとはレンジでチチンのチン。コッタありがとう、説明ありがとう。分かった、ノリノリだな。でもちょっと先生にもちょっと説明させてくれ。この料理は豚の耳、頼むコッタ。お願いだ、一旦黙って。バカ笑いしよって、そうだな。この私にいささかの血が流れているの忘れたのか。コッタ、お前はすごい。がっかりしたかな。何でも分かって。笑えよ、汚れた血め。スネイプ、それは言い過ぎだな。いささかの血は汚れてはいない。そうだ、コッタ頼む。これは先生の授業だ。ちょっと説明させてもらっていいかな。そう、この料理は豚の耳を煮込んだ食べ物。そう、これはスリザリンのものにだけ食べることを許された伝統の食べ物だ。グリフィンドールのものが食べた場合は65点減点だ。おい、コッタ、それじゃ全然先生の説明がみんなに聞こえないじゃないか。浮かないってか。ただコッタ、先生にチャンスをくれ。そうだな、ポッターはインガリアムレビオーサが得意だ。それは知っている。お願いだ、先生の言うことを聞いてくれ。エクスペリエンス。ブラー、すまないな、ポッター。でも先生は授業するためにはやむを得なかったんだ。これで先生の強さを思い知ったか、ポッター。完全体になるせいするわ。あんなやつごときに。最近少々ハーメを外しすぎたな、ポッター。なんちゃって、バカ笑いしよって。この私にトム・リドルの血が流れているのを忘れたのか。がっかりしたかな。さっきまでの勢いはどうした。笑えよ、スネイプ。